今朝のゲストは国民民主党代表の玉木雄一郎さんです。よろしくお願いいたします。玉木さん、VTR にもありましたが、主にですね、20代、30代、この年代に、玉木さんの主張が届いたということになります。どのあたりがそこまで届いたと思っていらっしゃいますか。今回ね、4倍に議席を増やさせていただいたんですけど、それだけこの世代が大変だってことですよ。高揚感は我々ないです。いかにこのいわゆる現役世代、若い世代がですね、将来に不安を感じているか、ここに政治が答えてこなかったんですよ。そのことを正面から訴えて支持を得た以上ですね、彼らの求める政策を死に物狂いで実現していく、そういう新しい政治をぜひやっていきたいなと思っています。そういった意味では手取りを増やす、あるいはそういう政策についてスピード感ですね、試されているというふうに感じています。そうですね。経済政策を主に訴えました。特に今日も話題になる103万円の基礎控除、給与所得控除、控除額を引き上げていこうということなんですけども、こういったことについてあまり、例えば基礎控除とかいう言葉もね、あんまり知らなかった方も多かったと思うんですけど、この選挙の後これだけですね、逆に政策論争が行われているっていうのは、もちろんいろんなご批判もいただきます。財源どうだとか。ただそのことは非常にいいことで、こういう新しいこの政治のスタイル、選挙のスタイルってことが始まるし、私はむしろこれを常態化させていくべきだと思っているので、どんどん政策議論をですね、スピード感を持ってやっていきたいなと思ってます。いや、本当玉木さん、政治の風景変えてくれましたよ。今までもう永田町の国会議員はもう飲み食いで、もうそんなことばっかりやってるような風景だったのが、本当に政策議論やってるんで、だから国対委員みたいな、あんな変な機関じゃなくて、政策決定権者が協議やってるっていうのは、僕はもうワクワクしますけどもね。オープンであることが大事だと思います。国対は国対でいろいろ調整してきたんですけど、議事録も残らないし、なんでそういう決定に至ったのかということが分からなかった。でそれをですね、外に出して、もう国対だけでは決められないような状況になったことはですね、これ国民にある種政策決定の権限が取り戻したというか、そのオープンになってきたということでは意義のある変化だと思っています。改めまして現在の衆議院の状況なんですけれども、与党野党勢力どちらも過半数に届いていないわけですね。そこで鍵を握るのが今回28議席を獲得した国民民主党ということになります。玉木代表は各党との政策連携を模索しているということですが、国民民主党の動向次第で与野党どちらも過半数を形成できる、こういった情勢になっているわけです。松山さん、これ永田町どんな雰囲気ですか。そうですね。総選挙後、その与党が過半数割れして少数与党になったということで、もう国民民主党のこの28議席非常に重要になってくると、もうここと協力しないとすべての重要法案とか予算も成立しないということになってきますので、自民党の一部の議員などからはもう国民民主がその参議院選挙まではおそらく連立でも妥協してこないだろうと、そう考えるともう玉木代表の言うことは全部鵜呑みにするしかないんじゃないかと、もう一個一個そのすべての提案をある程度形にして飲んでいくしかないという声も聞こえ始めている状況ですよね。オンエア前からですね、玉木さんと橋本さんが随分とお話になっていたなという印象があるんですけど、そのあたりですね、今朝は政策や与党との関わりなども含めまして、この後玉木さんにじっくりとお話を伺ってまいります。野党の協力がなければ政権が短命に終わる可能性もあるということになると思いますが、畑政権時代、松山さんは取材をしていたそうですね。私、会社に入って一番最初の政治の現場の仕事が旗勤番という仕事だったんですけども、当時、新生党という党で連立与党を組んでいて、最初、その細川元総理が誕生する前に実は畑さんの方が先に総理大臣になるんじゃないかと言われてたんですけれども、細川さんが退陣した後に畑さんが引き継いだと。ただ、その時に細川政権ではいた連立の中に入っていた社会党が事実上抜ける形で少数与党として畑内閣がスタートしたと。その時点でもうその周りの記者の間でも、もうこの政権は長続きはしないだろうと。でも少なくともその内閣不信任案が出たら、それに賛成する勢力がもう過半数をいってしまっていると。当時の自民党と社会党と、その他合わせて過半数いってしまうということは、もうそれほど長くは続かないだろうということで、全く大きな政策が遂行できずに終わってしまったというような記憶に残ってますね。今の状況と比べるってことが多いですよね、最近。そうですね。まさに今回石破政権少数与党として今成立しているわけですけれども、ただ当時と違うのは、その内閣不信任案が出たときにどう対応するか、すべての野党がそれに乗るかどうかっていうのはまだわからない状況があると。そういった一部その中道的な政党が入っていますので、その政党がどう動くのかというのは今後の焦点になってくると思いますよね。内閣不信任案が結構こういろいろなところで話題になってますけど、野党サイドの方もそうは簡単に出せないですよ、今まではもうなんか年中行事のように内閣不信任案出して否決ばっかりでしたけど、今回内閣不信任決議出せば可決になって、場合によっては解散やられるわけだから、今の野党の状況は解散総選挙になった時にまたこの状況を作れるかどうかっていうのは不安定なんで、なかなか不信任って簡単に出せないでしょ。より重くなったと思いますね。重くなりますよね。おっしゃる年中行事ではなくて、本当に憲法に書いている通りのことが起きますので、その意味では非常に、出すにしても出さないにしても重い判断が求められると。そのために国民民主党が選挙で訴えてきた政策がちゃんと政策として実現されるかどうかというあたりも判断基準になると思うんですけれども、そうですね、これ一般的にはですね、非常に不安定な状況になったというふうに言われるんですけれども、私はこれプラスに捉えていて、これ民意なんですね。その選挙の結果、自公には関数を与えない、でも比較第一党は自民党で、そして対決より解決、政策本位だと訴えて我々が4倍に議席を増やすことができて、そしてこの微妙なですね、数字のバランスという中でいうと、これいわゆるヨーロッパでいうハングパーラメントと言われるですね、宙づり国会というふうに言われるんですが、ただこれを逆に言うと、今までは自民党、公明党さえきちんともう説明すればですね、はっきり言って国会に来たらもう過半数ありますから、もう政策がほとんど国会の外で決まっていくというのが、慣例になったルールだったんですけど、もうそうはいきませんから、きちんと与党としては、国民民主党を含む野党の意見もきちんと聞く、広い心で聞いていく。でも一方、野党も責任を負ったと思っていて、じゃあ過半数割ってるからといって何でもかんでも法案に反対する、予算を止めるってやったら、これまた民意がですね、反発すると思うので、野党側も建設的な貢献をですね、こういう状況の中でどうしていくのか、新しいルール作りが求められているんだと思います。この状況が政権が不安定だって言ってネガティブに捉えるんじゃなくて、変化を生む、本当にその前兆なんだっていうのをポジティブにね、捉えていくっていうことが重要だと思います。まさにその自公、その連立政権と、じゃあどういう形で政策を進めるために協力できるのかという中で、国民民主党が今回のその総選挙で訴えていた政策、大きな政策いくつかありますけれども、103万円の壁の拡大とか、ガソリン税の上乗せ分を撤廃するとか、この中で一番優先度が高い政策、これは玉木さん、どれになりますか。やっぱり選挙で一番訴えたのはですね、この103万円の壁と書いてますが、要は基礎控除を、インフレなどに合わせてですね、これ引き上げていくと。でこれはですね、減税効果というよりも、その1995年にこの103万の基準が決まって以降ですね、30年デフレでしたから変わってこなかった。ただ基礎控除っていうのは、憲法25条の生存権をですね、税制上保障すると。つまり生きるために必要な最低なコストを賄う所得からは税を取らないという概念ですから、今インフレになって生きるコスト上がっているので、その意味ではこの基礎控除は上げていかないといけないので、そこをどうするのかという議論と、あとはですね、労働供給が今非常に制約を受けている。これはもう私自身が実はこの12日間全国回って、すごくむしろ教えてもらったのは、その103万の壁があるばっかりにですね、最低賃金上がっている、時給上がっている中で、もう10月ぐらいで、例えば学生のアルバイト、パートの皆さんは103万に達してしまって、もう11月、12月、シフト入れませんと。でカラオケの店長さんからですね、これからもう忘年会で稼ぎ時なので、もうどんなに出しても人が来ないと。でこれ需要があるのに供給制約でお店閉じなきゃいけないみたいなことは、経済学的に言っても非常に非効率なので、これをですね、その壁になっている、労働供給の制約になっているところは取り除けばですね、売り上げはもっと立つし、で法人税も増えるし、消費税も増えるし、税収も増えてくるので、これぜひ今回ね、これはもう政府与党にも正面からこれ向き合っていただいて、解決を共に図っていきたいと思ってます。これ103万円の壁を178万円にという主張ですけども、この178万円の根拠が、最低賃金の上昇率に合わせているということですけど、最低賃金と必ずしも連動するものじゃないという意見も一部政府内からあるんですけど、他の数値で、例えば178万までいかなくても、その手前でなんとか自公との間で妥協できないかという、そのあたりはどうか。党内でもこれ実は議論しました。じゃあ103を上げるときにどこまで何を基準にやるのかかって時に2つまず考えました。1つはインフレ率ですね、そのインフレがあって生きるコスト上がってるんだったらじゃあインフレ率で見ましょうというのも1つだったんですが、さっき私は後半申し上げた今日本でその供給制約、労働市場が非常にタイトになって、その本当は需要があるしインバウンドにも応えたい、でもホテル閉めなきゃいけないというような状況もあって、この11月12月の年末の忙しい時にですね、その人が集まらないがゆえに本当は提供できるサービスは提供できない、こういうところを解消するためには最低賃金が上がってきたということもやっぱり加味するべきだろうということで、我々はこの最低賃金の1995年からこの30年間の伸び率をですね103万にかけて178にしたという、こちらを取って今選挙でも訴えたということです。これ自民との協議、これから始まると思いますけれども、はい、この協議が不調に終わって結局これが実現できないとなった場合、この場合はそのもう今後その政権との協力関係というのは断つという覚悟でやるってことですか。全くゼロ回答だったら当然やっぱり協力することに応じたこちらも協力をしますので、やっぱり何もなければこれは一票投じてくれた有権者の皆さんにも説明ができませんので、我々としてはやっぱり協力できない、協力する理由もないということになると思います。でも玉木さん、じゃあもうでも肝心なところは103万円の壁と、はい、トリガー条項の凍結解除と、はい、消費税の減税のところもこの3点は必ず飲んでもらわなきゃ困るということですか。まあここは交渉です。消費税に関してはですね、これ短期的な、前の2つと違って短期的な経済対策として打ってますので、これは実質賃金がある程度プラスになってくるまでということになっているので、そういった経済状況も見ながらということなんですけれども、前の103万の壁などについては恒久的な措置としてぜひやっていきたいということなので、年末の税制改正の中にぜひ入れてもらいたいと思っています。詳細この後もぜひ伺いたいと思うんですが、はい、今後の玉木さんを考える上でですね、過去にこの番組で飛び出したこの発言に注目します。仮に連立になったとして玉木さんだったらどこの大臣に就きたいんですか。総理大臣ですね。なるほど。もういきなりですか。財務大臣からとかじゃなくて。はい、去年の9月こういった発言がありました。仮に自民からですね総理のポスト提示されたら今お受けになりますか。この番組でしたね、あれね。そうです。はい。はい、冷静に考えるとですね、まず参議院がやっぱり自公過半数を占めてますから、今仮にやったとしてもですね、ほとんど思う法案は通らないと思いますから、本当極めて現実的に考えるとですね、やっぱ参議院をどうするのかということを考えてやらないと、なかなか思った通りの政策はできないなと思います。そしたら総理の打診があったとしても連立加わらないということは、もう連立はもう全く可能性ゼロということなんですね。いや、総理ぐらいになったらそこはもう人生一回やってもいいのかなというふうになんか感じるんですけど、それも我々今欲しいのはポストではなくて、選挙で訴えた政策の実現と、一票入れたら変わるんだという実感を国民に持っていただくことの方が私は大事だと。今回投票率下がってますよね。こんだけその自公過半数割れしているのに、これ重いことだと思っていて、やっぱり言っても変わらないんじゃないかと思ってるんで、今回はね、私やっぱり何でもいいからちょっと言ったことを実現して、やっぱり一票入れても野党に入れても変わるんだということをね、実現することが最優先なんで、総理あるいは他の大臣も含めて連立以来は全く考えていません。いや、もう政策実行、ぜひそっちをもう目に考えてください。はいはい、では視聴者の皆さんに伺います。質問はこちらです。国民民主党が自民党と政策協議を開始したことを評価しますか。評価するという方は青、評価しないという方は赤、どちらとも言えないという方は緑。リモコンの D ボタンから投票に参加してください。さあ、ではこの後103万円の壁の引き上げをどのように実現させるのか、玉木さんに具体的に聞いていきたいと思います。ここからはピクテジャパンシニアフェロー市川真一さんに加わっていただきます。よろしくお願いいたします。さて、国民民主党が掲げる手取りを増やす政策について見ていきます。まずは103万円の壁の見直しについてですが、現行の制度では基礎控除などによって年収103万円までは所得税がかかりませんが、これを超えると課税対象になるということになっています。例えばなんですが、103万円を超える収入がある大学生を扶養する親の場合ですね、子どもの収入が103万円を超えると扶養家族から外れますので、扶養控除もなくなるため、家庭の税負担が増えるということになります。こうしたことが所得が103万円を超えないように働く時間を減らす要因ともなっていることから、国民民主党はこの控除額を178万円に引き上げることで、より働けるようになって手取りが増えるとしているわけです。国民民主党の試算によりますと、こちらですね、控除額を178万円に引き上げると、年収200万円の場合は8万6000円の減税、年収1000万円の場合は22万8000円の減税となって、多くの人が減税の恩恵を受けられるということになるということなんですが、一方でこんな指摘もあります。加藤財務大臣です。国・地方で7兆から8兆円程度の税の減収と見込まれると、また高所得者ほど減税の影響額が大きくなるとの見解を示しています。玉木さん、この財務大臣の見解について、大幅減収入、税による収入が減ってしまうということですけれども、このあたりはどういうふうに受け止めていらっしゃいますか。財務省としては当然そういう発信になると思います。ただ裏から言うとですね、7兆円国に入ってくるのが少なくなるということは、7兆円手取りが増えるということなので、それをどう考えるかということと、あと7兆、8兆のちょっと根拠はですね、一回ちょっと財務省からも説明をしてもらいたいなと思ってます。ただ、私自身ちょっと反省があるのはですね、年収の壁というと、社会保険料の壁だけで、つまり106万、130万だけでですね、もう103万の壁ってないんですよと言われたし、実際、その一番所得税の低いところが 5% ですから、超えたってですね、確かにその増える税金ってそんなに多くないので、思いっきり働いたらどうですかって話を私もしてたんですよ。ただ今回、全国回ってみてですね、選挙の前、あるいは選挙中もそうなんですけど、実はこの103万っていうのが、実は大きな実際の具体的なその働き方をですね変えていく、一つの大きなやっぱ壁になっているということはですね、逆にお話を伺って聞いたんですね。でこれ会社の中での例えばいろんな手当とかですね、そういった決めるものもこの103万を基準に決めていたりですね、あとやっぱりさっき出たその本人の税負担というよりも親のですね扶養控除がなくなって世帯全体の負担が増えてしまうというところをやっぱり親も子も気にしているところが実際にあるなというところがあったのと、あとさっき申し上げた通り、その憲法25条から生存権を保障するものとして基礎控除はあったんですけども、やっぱりもう一つの今の課題として、インフレでそれを上げていくべきだということと同時にですね、労働供給の制約がすごく起きているので、そこをですねやっぱ考えていかなければいけないということで、この最低賃金の上昇、こういったものも踏まえたですね控除額の拡大ということは必要だろうということで、178万円ということを打ち出して選挙では訴えたということです。玉木さん、これ減税のところでよくね、そんな高額所得者ばっかり優遇してって言うんですけど、ここいろんな制度設計あると思うんですが、僕はやっぱり中間所得者層をねしっかりと支えていくという、今までの政治行政って何かあればすぐ低所得者層への支援、これも必要なんですけど、中間層にやっぱりこれものすごい効いてくるんで、その中間層に対しての減税策ということもしっかり僕は打ち出してもいいのかなと思うんですよね。それは今回ですね、実は明確に打ち出したのは、なんで我々が給付じゃなくて減税の方にこだわったかというと、給付はもうみんな言うんですよ。でよくある住民税非課税世帯に配りましょうという話はね、あれでも4分の3はもう高齢者なんですね。で私たちは今回もう思い切ってもう若者を潰すなってことを訴えたし、もう現役世代重視で、現役世代が元気にならないと結局世代間の支え合いの今の社会保障制度もですね結局高齢者を支えられなくなるので、ここはですねちょっと高齢者の票がこれで離れたかもしれませんが、でもそこはご理解くださいということで、むしろ普段税金を払っている方に対してどういうですねメリットや支援ができるのかと。でこれもですね我が党から出してるんですけども、例えば確かにその年収が上がるにつれて減税額は大きくなるんですけど、これ例えば1000万で 22.8 だとその減税率は2.2% ですよね。で200万で 8.6 万円だと 4.5% の減税率なので、これどう考えるかなので、その辺はですねぜひこれから政府・与党ともよく協議させてもらいたいなと思います。そして103万円の壁の見直しについては、今日のゲスト市川さんからも2つの疑問があるというふうに伺いました。こちらなんですね。まず1つ目、消費につながる根拠はということですが、市川さん、これ根拠がないというふうに感じられているということでしょうか。ないとは申しません。爽やかな玉木代表の横でですね、疑問テストってなかなか勇気のいることなんですけれども根拠はないとは申しませんけれども、ただ国民民主党のですね、今回の選挙の公約は一通り全部読ませていただきましたけれども、例えば減税にしてもそうですし、社会保障の充実にしてもそうなんですけれども、歳出を拡大させる方はあるんですけれども、実は歳入をどう増やしていくか、それから歳出をどう減らしていくかっていう、そのバランスのところっていうのは実はほとんど書かれてないんですね。でそうした中で、30年前、例えば1994年度を考えてみると、一般会計はですね72兆9000億円だったんですけれども、2024年度、今まだ補正ないですけれども116兆2000億円ということで39兆7000億円ですね、一般会計が膨らんでるんですよ。でその膨らんだ中身を見てみるとですね、社会保障が24兆2000億円、それから国債費が13兆4000億円、これで37兆6000億円なんですね。つまり社会保障、高齢化が進んでいく、それから社会保障を充実させた、そして国の借金がどんどん増えていって、それに対して国債償還をする、利払いをする、ここが増えてるんであって、実は国民民主党の政権公約の中に書いてあったですね、いわゆる国を太らせるのではなくて、国民の懐を豊かにする、いや実は国もですね、もう借金まみれになっていて懐が豊かになってない。でそうした中でですね、ちゃんとですねこの財源をどうやっていくのか、ないしはこの政策を取ったことによって経済成長がどうなってですね、そこで税収がどう変わっていくのかっていうことを示さないと、これマーケットからですね、いやこれだと財政赤字ばかり膨らむ、そうすると日銀の金融政策は本当に変えられるのか、で低金利が続けば円安が続いて、それが輸入物価の引き上げになってインフレになってしまう。でそうなればですね、名目的に手取りは増えるかもしれませんけれども、実は物価が上がってしまうことによって実質的に手取りが減ってしまうかもしれない。この疑問に対してですね、やはり国民民主党は今回ですね、これだけ大きく勝利をしたわけですから、どういうふうに答えていくのかということはですね、まずしっかり締めていただきたいなと。玉木さん、そのあたりどう考えますか。それもおっしゃる通りで、財政の健全性を我々無視しているわけではないんですね。ただ30年続いたデフレ、特に賃金デフレからですね、ようやく脱出するかどうかというところなので、これからの半年1年ぐらいの経済政策が極めて重要だというふうに思っています。で一つの政策で複数の目的を達成することはできないので、我々はもうこれは名目賃金上昇率がですね、物価上昇プラス 2% 程度になるまではこの財政や金融はしっかりですね活用しようということで、4年前から訴えてきたので、もう少しだと思うんです。ただここでやはり家計消費を支えていくということをですねしないと、かえって経済がまた元気がなくなってですね、税収も落ち込んで財政の健全化も果たせないと。でこの間やはり来年プライマリーバランスが黒字化が視野に入っていることは私はいいことだと思います。ただプライマリーバランスを重視するというよりも、今やっぱり家計をしっかり支えることによってより経済が安定してくるというふうに思います。でもう一つはですね、今市川さんがおっしゃったとその通りで、国のこの間の財政の悪化の大きな要因は年金、医療、介護、社会保障関係費がもう主なのですね。で我々今回大きく正面には打ち出してませんが、政策に書いているのは後期高齢者医療制度のですね窓口負担について、もう少し現役並みに負担できる方についてはやっぱ3割負担しっかりやっていただこうと。でこれ今全体の2割ぐらいですけれども、その対象をですね現役並みの能力を測る際に、今は年金の所得と、あと稼いでる方はそういったものを入れてるんですが、いわゆる金融所得とか金融資産ですね、これも含めて支払い能力、あるいはこの窓口負担の能力を測るように広げていってはどうかということも提案しています。あともう一つはですね、保険料の半分以上を実は後期高齢者医療制度に対して拠出金として若い人の現役世代の保険料からそれを取ってるんですが、なかなかこれはね、保険の論理からしてもどうなんだと、リスクの高い人だけを切り出した75歳以上の後期高齢者医療制度に若い人の保険料を持っていくっていうことについてね、私はこれ以上やっていいのか、そこはその、税負担、あるいはもうその要は国費のですね、投入を増やしていくと、でそのために、一定のですね、税負担を求めていくっていうことも提案しているので、どういう税目でどういう人たちにやっていくのかということは今後詰めていきたいと思いますが、そういったこともしっかり目指しをしているので、社会保障制度改革については我々しっかり取り組んでいきたい。それがまさに現役世代をですね、元気にするためにもつながると思ってます。さらにもう一つですね、市川さんの疑問ですが、見直すのは103万円の壁だけなのかというところ、かなり制度が複雑ですよね。そうですね。これなかなかですね、理解するのが難しいんですけれども、例えばですね、今103万円の壁というのがあって104万円になりました。先ほどこれ玉木代表もおっしゃっておられましたけれども、そうするとですね、税金がいくら増えるのかっていうと、所得税と住民税合わせてですね、月額大体500円ぐらいなんですね。でところがこれ106万円になると、51人の従業員のいらっしゃるところで働いておられる方に関して言えば、基本的にはですね、年金保険料とか、医療保険料が発生しますので、これが実は月額1万3000円、8万8000円に対して月額1万3000円の、社会保険が発生すると。でこれ130万円を超えてくると、これはすべての方がですね、学生を除いてなんですけれども、ここが玉木代表が学生のところの方のことをおっしゃっている部分だと思うんですけれども、例えば主婦の方、こういった方がですね、働かれて130万円を超えてくると、もうそうするとですね、10万8000円の収入に対して1万6000円のですね、この社会保険の負担が発生をしてくるということになりますので、実はですね、この壁っていうのは本来的に言うと税金だけではなくて、むしろですね、その労働供給という観点からすればですね、この社会保障の問題をどうするかっていうところの方が実は大きくて、そこをトータルで議論していかないと、実際としてですね、本当に労働供給が増えるのかどうかっていうのは正直よくわからないというのが実態だというふうに思いますね。玉木さん、このあたり、103万円の壁だけではなくて、社会保険料が発生する106万円とか、あと扶養から外れるのか外れないのかということで130万円という、もう2つの壁があるわけですけれども、ここも合わせて改善していくということは考えるんですか。そうですね、ここはもう我が党も踏み込んでいて、106万円、130万はですね、これずっと我々も取り組んできてですね、今は暫定的な措置で、この社会保険料とか多少はみ出ても、対応するということで、これ国も予算もつけてやってるんですが、これ抜本改革が必要なんですよね。で我々はもういわゆる産後被保険者の廃止を含めた見直しも踏み込んで書いてますから、でここはね、その自民党も立憲民主党もどこも言わないんですけど、我々やっぱそこをちゃんとやって、でただね、介護とかその障害を抱えるお子さんを抱えていて、それどうしても働きたいけど働けない、この人たちに対してはね、別途こうきちんとした対応していく必要があると思うんです。あるいはそのご主人についてどうしても転勤でその専業使用せざるを得ないという方もいらっしゃいます。でこういう個別のところはちゃんと対応するんだけれども、やっぱりその長年続いてきたですね、この産後被保険者の問題、ここについてもきちんと対応していくということを我々今回公約に書いて訴えてますから、だからトータルとして考えてます。ただ冒頭私申し上げた通り、私もそうだったんですけど、壁といえば社会保険料の壁だと。で実際今市川さんがおっしゃったように、ただね、保険料はその勤労者皆保険にすべきであって、その負担だけじゃなくて、将来その分年金が増えるんだということもきちんと政府は説明すべきなんですよ。ただここで壁になるから、手元が減るからということでごまかし続けてきたこともね、抜本的な改革に本当はこの野党が言うんじゃなくて政府が言いなさいよと。でそういうことを言わなくて、もう本質的な抜本的な課題にですね、社会保険料の壁のところは我々取り組んでます。ただ税の壁のところはもう事実上ないし、薄いし、気にしなくていいよと言って、もう我々も含めて放ってきたところをね、実は学生さんなんかの声を聞いたら、そこは実は壁としてあるし、また心理的な壁としてもあるし、会社のいろいろな手当がそこに紐づいているので、ここもやっぱりちゃんと今回見直そうということで取り組んだっていうのが国民民主党の公約です。玉木さん、もう本当に政策はね、もう是が非でも実行してもらいたいと思います、でもいろんな批判も出てくるし、何かやろうと思えばもう大変だ議論が出てくると思うんですよ。僕も大阪でいろんな改革をやったらね、橋本のあんな改革があったら大阪が潰れるとか、リンクゲートタワービルの民営化へともリンクゲートタワービルが倒れるとか言われたけど、全然大阪潰れてないし、ビルも建ったまんまですよ。だからこれ実行してもらいたいんですが、所得税のところね、ちょっとこれは方向性は僕はもうそれで進めてもらいたいんですが、制度設計のところ、それからやっぱり国を誤らないように、応能負担というのは絶対外しちゃいけないと思うんです、持続可能のためには。だからいろんな教育政策について、所得制限撤廃だ、撤廃だっていう政党もありますけど、これ、実は日本の国はですね、所得税 82% の国民はですね、0から 10% の負担なんですよ。そうなんですね。で、他の国見てください。大体 10% から 20%、 フランスでも、イギリスでも大体 10% から 20% 国民はみんな負担するんですね。日本はこれ0から 10% しかほとんど 82% 負担していない。これ玉木さんの、今の制度やっていくと 82% のところがこれは 90% ぐらいになってですね、ほぼほぼこの所得税0から 10% しか負担していない国民がこれだけ増えるっていうのはいいのかどうなのかっていうところだから、所得税の控除やるんであれば、いろんな控除やるんであれば、その子供がいる家庭とか、それから103万の壁突破って言っても、それは大学生がアルバイトでやって、それで扶養控除が外れて親が大変になる、これもやっぱりそのいろんな全体のその収入から考えて、そこはサポートしなきゃいけないけれども、例えば高齢者世帯の、ね、人たちが所得構造が拡大して、そちらの方ばっかりまたこのなんていうんですか、非課税世帯が増えていくっていうのは、これは国誤ると思うので、方向性賛成なんだけど、その制度設計についてはやっぱりそこはもうちょっとこう緻密にやるべきなんじゃないでしょうかね。はい、この課税ベースがですね、日本はその非常に狭いというか、ここについてはもう従来から言われてきた問題で、我々も問題意識は持っています。で、ただ今回打ち出したのはやっぱり現役世代を助けようと。いうことで、年齢ではなく能力に応じた負担ということをですね、もういろんな形で私は導入していくべきだと思うので、高齢の方においてもですね、負担能力のある方については求めていくということが必要だと思いますし、あと高額所得者のところも、その所得控除のところで何らかのこう制約があるような形にしないといけないというふうには思うんですけど、ね。そうですね。ただ2020年から基礎控除に対して所得制限を入れたんですけど、ただ所得制限はね、その哲学的に言えば、一律除くというのがね、本来の姿だとは思いますけども、少しその超富裕層と言われるような人たちについてはね。その単税力があるということで、もう少しご負担をいただくような話は、合わせて検討していく必要があるのかなと思います。これトータルとして、バランスの取れた税制体系を作れるように、これは政府ともしっかり話し合っていきたいと思います。年齢とか関係なく、能力で負担っていうね。そうです、そうです。ここはね、もう不可欠です。税金をめぐってはもう一つ、そのガソリンの税についての主張がありますけれども、これ2月に自民公明との協議、国民との協議決裂してますけれども、いわゆるトリガー条項の凍結解除。暫定税率をやめるかどうかって話もありますけれども、こういったことは自民・公明の今の政権への協力の条件になりますか、これをやるかどうか。これも長くやってきたんでね、それで私はね、とにかくね、一回ね、税はやっぱり一つ筋なので、1974年に最初2年間だけです、道路作るためですと言ったのを50年引っ張って、もう目的税でもなくなってるやつは、やっぱり一回やめるべきだと思います。で、じゃあ財源どうするんだっていうけど、補助金やめたらいいんですよ。でやっぱり会計検査院からも財務省からも取って配って無駄が生じるような補助金よりも最初から取らないということにね、私は少なくとも1回出口戦略として振り返っていく。でじゃあ負担なくていいのかと、カーボンニュートラルの時代に反するじゃないかというのもそれは分かります。それは例えば GX 債を発行する際のね、炭素付加金をどう設計するのかということで別途そこで考えるべきであって、やっぱり目的がもともと道路を作るため2年だけ当時富裕層だった道路自動車を持っている自動車ユーザーの人に主にお願いするということからもう半世紀なんで、これはね一回ちょっと整理するのと、あとねどう考えても税に税かけてる二重課税は。これ財務省頭のいい人がいっぱいいるんだけど、これ二重課税だけはね合理的な説明聞いたことがないんで、それトリガー条項ですね、その政策の中にトリガー条項を前面に打ち出したので、やっぱりちょっと誤解をされるところがあると思うんですけど、そもそもですね、まさにその道路特定財源、道路を作るための財源がですね、一般財源化された2009年度からですね、ここのところにも大きな問題があるし、そもそもそのカーボンニュートラルとですね、その税が合ってないっていうところをどう調整していくか、このところのイメージがやっぱりないからっていうことじゃないですかね。させていただきます。この後も続きます。先ほど市川さんからはガソリン税のトリガー条項の凍結解除の話だけじゃなくても全体で見なきゃいけないんじゃないかって話ありましたけど、玉木さんどう考えますか。いや、おっしゃる通りですね。これ典型なんですけど、暫定でつないでいくような租税特別措置がいっぱいあってですね。ちょっと言っちゃ悪いんですけど、もうそろそろ暫定が今年は切れるので、業界団体から来てですね、分かった、じゃあ伸ばしてやるからパーティー券買えみたいなね、こうまあちょっとそういうところに使われてるところもあるので、やっぱり時代これだけ変わってるので、本当に恒久措置としてやるものはもう恒久措置としてちゃんと残して、でもう本当に必要ないものはちゃんとやめていくっていうですね、政策制度のスクラップ&ビルドっていうのが日本の制度にはビルトインされてませんから、本当はこれ多分時々政権交代なり起こるとですね、前の政権がやったことはやめようとかなるんだけど、もう長く自民党政権なので、そういったところがなんていうかな、慣習慣例化しているので、その制度はもう載せるばっかりで、新しいのをやるんだったらこれやめましょうっていうことが、その制度の中にこう内蔵されてない、ビルトインされてないっていうことが問題なので、今回まあ政権変容というかね、自公過半数割れしたので、我々がそういうことでこう関わっていけるのであれば、その長く続いた古い制度をですね、もう見直す、まあ、ゾンビのような古い税制は変える、やめるっていうことをね、一つ具体的にぜひやっていきたいなと思います。これ本当ね、もうできない理由ばっかりまた言い始めてるじゃないですか。はい、で業界団体が困るとか、はい、業界団体の都合じゃなくてやっぱり消費者目線でね、これ絶対実行してもらいたいし、はい、そもそも 1.5 兆円不足するって今までのガソリン税の補助金でもうだって7兆ぐらい使ってるんじゃないですか。いやもう結構使ってますからね。でしょ。だからそこはね、だからね、すごいこと言うんだけど、他の予算でもう補助金の方がむしろ無駄だっていうことは、つまり同じ政策目的を達成するためによりお金がかかっているということは検査院も財務省も認めてるんですよ。だから取って配る補助金よりも最初から取らない税の方が効率的なので、同じ財源使うんだったらそっちでどうですかということも提案していきたいと思います。できない理由に負けずに突破してもらいたいですね。先ほどの総選挙で最大の争点だった政治と金の問題については、まあ、自民党の主張と国民民主党の主張、主張だけ見ると似通っているんですけれども、政策活動費の廃止とか旧文通費の使途公開とか、これまあ、自民党としては石破総裁の方から議論を指示したということになってますけれども、国民民主党としては速やかにやるべきだと、これ、どこかでその妥結点があるのかどうか、これはどう見てますか。いまだに議論支持なのかっていう感じですね。この選挙結果を受け止めればですね、この1、2、3書いてますが、もう速やかにこの臨時国会でやるべきです。で、政策活動費はね、もうやめるべきですよ。で、これも実は税の話で、使い道をね、明らかにしない、誰に払ったかも明らかにしないのに、1円も税金払わなくていいなんてお金は民間にないですから。だから確かに我々は政治活動費っていうのは税の恩恵を受けてます、非課税の恩恵を受けてます、だからそれはちゃんと政治活動に使ったということを証明するという義務を果たしたからこそ、非課税の恩恵を受けるべきであって、何も明らかにしないのに、1円も税金払いませんなんてことは、もうこの際、やめるべきです。玉木さん、僕ちょっと疑問なのは、さっきのガソリン税のね、凍結解除の時の話で、業界団体にいろいろパーティー券売る、まあそういう手段になってたんじゃないかと言ってますけども、企業団体献金は国民民主党は受け続けるんですか。だから玉木さんとこれいろんな別の番組で議論してたスタッフをもっと増やすとか、いろんな国会議員が活動する経費を公費で賄う、僕はこれ賛成なんですよ。それをやる以上は企業団体献金も禁止にするから。この部分公費で賄ってねってことで野党一致団結して企業団体献金を禁止法案出せばね、政治の風景変わると思うんですけど、ここ国民主ははっきりしてないですよね。一致してやるんだったらあれは賛成です。あ、そうなんですか。ただね、私はその企業献金が悪で、個人献金が善だっていう考えは取らないんですよ。例えばこれ維新の皆さんもそうだと思うんですけど、そのパーティー券をじゃあ個人で買ってもらったって言ったら、その会社の社長さんが会社の経費で落としたら同じなんですよ。その辺をどういうふうに考えていくのか。で、私はもっと大事なのは、アメリカなんかは我々よりもう数段大きい金を動かしているんですが、ものすごく透明性高いし、大事なのはね、タイムリーに公表することですよ。次の選挙の判断にその2年後3年後公開したら間に合わないので、こういうとこからもらってこういうことやってるんだっていうことを有権者が判断できるようなタイムリーで公平なそのオープンを公開をですね、義務付けることがもっと私大事だと思います。そこはもう大賛成で、ただ今言われたのは、じゃあ企業団体献金、まあとりあえずは野党一致団結して法案出すんだったら、これは企業団体献金禁止法案、これは賛成なんですね。今成立したら自民党もね、これ通りますから、その意味ではすべての党がやるんだったら賛成です。自民党のこの3つも年内までにやってほしいと。やってほしいです。投票結果です。国民民主党が自民党と政策協議を開始したことを評価するという方が 79%、さらに6万を超える投票をいただきました。玉木さん。はい、もう政策実現に全力を傾けろとメッセージだと思いますから頑張ります。はい。どんな競技への期待は高そうですよね。スピード感も注目したいと思います。今朝はここまで玉木さん、そして市川さんにお付き合いをいただきました。どうもありがとうございました。